こういうのって大きくて長い方がおしゃれなのよね。ん？裾を踏んだりなんかしないわよ。もう。黙ってりゃいい気になりやがって。てめえら見かけがちっちゃいからってなめんなよ。こっちとら昔は、ううん、なんでもないわ。とにかくたまには大人の言うこと聞いて。その代わりにてめえらの言い分もとことん聞いてやろうじゃないの。ん？私が何者なのか教えてあげないといけないよね。この子たちの担任教師よ。得意科目は喧嘩。あら、プロデューサー、衣装ありがとう。そうね、サイズもちょうどいいみたい。だいぶ攻めた感じよね。驚いたけど気に入ったわ。これもある意味勝負服よね。重たそうに見えるけど意外と動きやすいのよ。それにほら、背中がいい感じ。どう？おっす気合上等だわ。この迫力でファンのみんなをコテンパンにしてあげるわよ。って言っては見たけど、本当に元不良っぽい迫力出せてるのかしら私。それっぽいこと？じゃあ元不良の総長みたいな感じで。闇討ち、不意討ち、騙し討ち、そんな卑怯は弱者のやり口だ。てめえらプライドはねえのか。仕方ねえ、喧嘩の作法を教えてやら。どこからでもまとめてかかってきな。どうだったかしら、迫力あった？単価の切り方ちょっと古臭かったかも。何を謝ってるのよプロデューサー。びっくりした、でもプロデューサーがそう言ってくれるなら安心ね。よーし、この調子で歌もダンスもお芝居もガンガンぶっ倒していきましょう。楽しみだわ。どうかしらプロデューサー、私の教師役。この背負ったものの大きさにかけて教え子たちは必ず守ってみせるなんてね。貫禄、それってつまりアダルティってことよね。教師役やれてよかったわ。レッスンっていうか、シアターの若い子と接していると、こ
本当に先生みたいなことをしちゃうのよね。進路相談を聞いたり、私の就職とか社会人時代の経験を話したり、そのおかげかしらね。先に生まれるって書いて先生だもの。年長者としてできることはしてあげないとね。あ、だけどプロデューサーも普段からナムコプロのみんなの先生役をやってる感じじゃない？ううん、私から見たらなかなか親しみやすくて、いざとなれば頼りになる先生、そんな雰囲気よ。こればかりは一つの正解ってないものね。みんなそれぞれいい方向に向かってほしいけど。ってなんだか本当に先生同士みたいな会話しちゃってるかしら、私たち。これからも大人同士、お互い気軽に相談していきましょうよ、プロデューサー。なんなら恋愛相談でもいいのよ。セクシーコノミ先生がバッチリ解決してあげるから。あら、ごまかさなくていいのに。また後でゆっくり話し合いましょう。よろしくね。